タルコファーリーがどうなんだろうな、おもろいんか。正直見た感じぶっちゃけそんななんだよな。なんだろうな。そうなんだよな。だから結局そう、タルコフの醍醐味のハラハラ感がなくなって、うんみたいな。今あるゲームの、あの複雑な要素を取り除いてシンプルに面白い部分だけをこう突き詰めて、もっとカジュアルにその部分を体験できるっていうゲームを作るのが大体インディーゲームのあるあるなんだけど、ハルコフはまあインディーじゃないしっていうのもあってどうなんだろうなとは思ってはいるんだよな。どうしてんだ、アリーナバトルでいいんか、いきなり。しかもランクしかないのか、何これ。こっちがシューティング、ランクのみです。エアピット、あ、これ見たな、エアピット。これ、確か、見た気がするぞ。トグスでやってたやつか。そうだよな、確か。あの、外国人が後ろでひたすら、ゴーゴーゴーっつって言ってくれるやつ。寂しそうにこちらを見つめている。ひたすら応援してくれるやつ。いや、確かこれのはず。あ、でも、ちょっと、音がない。ルコフとかブブとかどこから撃たれてる。これもしかしてだけど、あれなのかな、あの、全部、あ、すげえ、全部、反映しろ。お前聞いてどうすんだ。それお前が聞いてどうすんだ。出たいぞっていう雰囲気出せば呼ばれるんじゃないの、普通に。極論出たいなって配信者に言ったら誘ってくれんじゃない。例えば俺は、例えば彼仮になんか今度なんかあった時つながきさそうかなって思うし。元気が保護者プラットフォームになってて、草裏はめっちゃ謙虚そう。ああ、あいつ裏めっちゃ謙虚だよ、ちなみに。うん、この間は言っていいのそれ配信でって言ったら、別にもういいって言ってたから言うけど、うん、クソ謙虚とかやつ、うん、かわいいやん。そうだよ、クソ敬語だよ。栄養妨害です、謙虚なんか角書き。栄養妨害、うん、全部敬語、連絡。礼儀正しいのギャップあるな。スタンミが狂ってるだけです。いや、つうかその VTuber はね、やっぱりそのオンオフあると思う。基本的にオンオフある人が多いと思う。顔出してるストリーマーは本当にもうやばいね、あれ。あれ、あのまんまだ。考えるとやっぱりストリーマーはおかしい。犬ガキはもうさらけ出されてるから大丈夫だよ。おかしい。犬ガキ、カドネイってこと？確かに。犬大人ってこと？真実とかもそのままだし。裏では真面目な時に。スタンミとかもほんとそのままだし。まあわかんない。あいつら別に俺らと会う時でさえ演じてる可能性あるけどな。メンタル病んでた去年。鬼やってマジであれなんだ。あれだね。裏では角なし。カルビはカルビ。いや、わかんない。鬼はもうもしかしたら、実家に帰ってお母さんの前では普通の可能性あるよ。けど、少なくとも外に出てる時は、俺らと同じ。配信以外の外に出て友達と会ってる時は同じ。釈迦さんに関しては、そもそも、あのまんまだ、普通に考えて。釈迦さんってめっちゃ普通やん。釈迦さんは別に変にテンション高いとかさ、変になんか勢いに規制上げるとかないし、めっちゃ普通の人やん。釈迦さん普通にそのまま飲み屋行ったら別にいっそやん。昨日は楽天だから遅刻して謝ってたぞ。ああ、ちなみに、オニア楽天だから遅刻して謝ってたって言ってたけど、あいつ、そもそも遅刻したとき、事前連絡で、渋滞してますっていう謎の言い訳したらしいけどな。静かな検知とか遅刻2時間以上してたっぽかったけど、なんか、パッと見た感じ。パッと聞いた感じな。うん、パッと聞いた感じ、2時間以上してたけど、渋滞してますっていう意味わかんない言い訳で乗り切ろうとしてたから。多分現場に着く前も含めてのあいつの第一声は、遅刻、渋滞してます。さすがオニア、虚言、確実にバレる虚言してた。渋滞してなかったんだろ、2時間の渋滞。いや、わかんない。仮に渋滞してたとしても渋滞は影響してないね。わら、うん、確実に。あ、戦ったね。まずい。それはそう、特の明かりんがうまかった。俺やってみるか。テレビっぽいよね。バイ。それはそう。あれか。エリア、うっせぇな。音うるさいな。めっちゃいい武器使うやん。調整感謝。これなんか、これいい武器ゲームせずに通販だけでいい。これがいい武器なんです。なんかかっこいい。でも元ジャパネットの下記用したのは楽天さんぞみたい。タルコフって静かじゃないの。なんでタルコフ市で歓声が聞こえるんだよ。確かにな。なんかいるっぽいね。ストムは、クローができぬ。これストムじゃないんか。タルコフマジでどこから撃たれてるかわからん。プルプなんか。どうしよう、闘技場かな。ファイナルファンタジーするなよ、フラグ。ストムはいい武器ですよ、見た目。ギャラリーどこで感染してるんやろ。これって死んだらアイテム失うの。ケンチ君倒せるかな。どうしよう、これいけるのか、あれいけると思う。アリーナだから観客を見つけどこで見てるねん。味方か敵かわからんやん、わら。
あ、勝った。武器が細身でかっけえなどども見習ってくれ。やる。うおー、あ、肩、あ、肩、あ、肩、あ、強っ。ゴッドじゃダメなの。強っ、笑。強っ、笑。強っ、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 ガーディアナンバーワンのサッカー、オンの剣気が見えました。顔が腕のアームバンド、青腕章ついてたね。剣気ってフプスチェス以外も強かったんだ。なんだよ、必要最低限の上しかないよ。タルコフはこれって武士じゃあかんのか。うわー、マジかー、傭兵。剣気は武士始めたらやるよ。元に戻るんやね。あう、専用に。いや、強っ。待って、ちょっとショットガンクソゲーかもしんねー。ちょっとショットガンクソか。ショットガンネタだから仕方ない。ああ、ショットガンネタにしたら胸優先で直せるよ。エグ、味方の残り人数わからないも最高にサバゲ感あって好き。ショットガンのデモンみたいなレートにびっくり。どういうゲームなんだろう。敵味方全員見失だと面白そう。ゴッドとは全然別物やろ。当たってるかわからん。なるほど、サバゲか。環境すでに固まってる。サバゲーゲー、サバイバルゲーム、シミュレーサバイバルシミュレーションゲームだよ。うまっ。ただサバゲーの違うところはヒットコールしないのと、足当たってもヒットコールしない。ちょっとこれ以上は俺多分いけないなっていうのを自分で判断してヒットコールする。すまん、これコットで得ね、神ゲー。まあだからタルコフが好きな人は大好きだな。あれはまるって感じか。うん、タルコフの何が好きかだったかにもよるよな、これな。結局そのタルコフの物を当たったりとかして、あの緊張感のある部分が好きだったって言ったら、まあ、緊張感はないじゃん、何もかけてねえし。何が好きで何を好きだったのかにもよるかな。これゲーム内マネーで武器のプリセット買うし、一応かかってるで。ああ、そうなんだ。ありえんくね。ゲーム内マネーで買ってんだこれ。申し込みしなくても勝手に招待されるの。うん、申し込みとかしなかったな俺は。勝手に招待されたな。これでお金を儲かんの、逆に。データだからガンガンできてるけど、死んだらゲームないもんね、イカヤコ。あ、そうなんだ。俺まだできない。本編とスキルが共有できるんだっけか。あ、そうなんだ。ちょいテンポ悪いか。アリーナで荒稼ぎして本編無双。なんかね、本編楽しいんだけど、同じの何回も何回もするとちょっとだるくて、ちょっと連続でどこ言ってる。ああ、タルコフは感情が心配よ。あぶねえ、あぶねえ。おおおお、どこに行けばいいんですか、この後。キャプチャーどこ。旗はランダム、場所もわかんねえの。緑の発煙筒とか緑のリバーに何も。わかんねえよそんなの。またランダムなんだ。煙、緑のスモークはいてなかった。今のじゃね、わらわら。あれか、味方じゃん。ファイナルファンタジー、わらわら。理不尽。味方なんだこれ。あ、ナイス、勝った勝った勝った。エフェクか。こんな経験出てるのいいな。やっぱタルコフは人によっていろんな。イカヤク、味方なのくさ。タルコフらしいフレンドリファイア。いいですね。わらわら、勝ちました。勝ちました。わらわら、勝ちましたが、これどうなるんですか。あ、あー、勝利したら金がもらえると。同じエンジンなのか。勝ったのでよし。ミンドエイドスナー、勝ちました。矢印、54万5454。で、死んでるか確認もします。バックタルコフアリーナやってる。じゃあネクストネクスト。あ、これ右上でメインメニューに戻る。コンテンツ、タルコフアリーナ手もうできるの。なんかもうちょっと強いパリセット欲しいな。何これ。だけど招待来ねえ。2000 ARP、 これ高いやつか。上のタブがメイン。経験値ためないと強くなれないです。あ、そういうことか。スキルツリーみたいや。スキルツリーみたいな感じだから、最初はこれしか使えないのかな。スキルツリーみたいなやつか。オットみたいに育てなきゃいかん。上から順番にアンロックしていく感じです。オットグリーン。はあ、はあ、金使えばスキル。使ってると育たない。レーティング装備は成長しないからおすすめしない。解除の仕方ある。配信者優先するだろ。ちょっとわかんねえな。とりあえずもう一回行くか。わかんないけど、とりあえずもう一回行くか。その種類の武器使ってれば経験値入る。多分経験値で勝手にとかランク上、イカ役。あーん？じゃあとりあえずまだ、今一旦何も考えないことやってたらいいのかな。
昨日トロちゃんが同じ人と戦いマッチしてたけどプレイヤー少ない。あ、まあプレイヤー少ないんじゃないかな。レーティング装備外。サーバーちっちゃいからじゃないかな。ベータテスト招待制にしてんの。最終的に金取るじゃんこのゲーム。売るってなると、で販売するってなると金取ると思うんだけど、その金取るときにバグだらけだってやばいから、多分そのバグ中バグとかの確認の最終みたいなところをやってると思うから、そう無料で出して、ここ今これ儲けゼロだから、ここでサーバー全開放するとさ、そうサーバー借りるのにまあ大体 1ヶ月1億円ぐらいかかるんですよこの規模のゲームだと。からそうすると結構ね、無料で1億円どん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 なくなっていくと大変だから。さすが経験者はちげえや、サーバー有料なの。まあサーバーで無料のサーバーってのはないね、その世界に。世界に無料で詳しいね。いくら再現なく使えるサーバーっていうのは存在しないね。経験者は語る。これ本家タルコフやらないでアリーナだけやることできるのか。ああできんじゃない多分。俺そうしようかなと思って。武器回復が楽しいね、シンプルにこれ。武器回復をしていくというこの工程が、これはね非常に楽しいです。だからこれやりがいがあるのいいわ。うん。おお、来た。持ってる回復アイテムも少し違うんだね。あー、やっぱちょっと使うね。さっきの俺の武器も強かったんだな、相当。これちょっととりあえず鎮痛剤飲まない。お鎮痛飲んで。マップのどっかに強い武器落ちてるらしい。あ、そうなんだ。そういうのもあんだ。武器拾えて。ガンガン詰めるな。お鎮痛飲んで、俺の銃がさちょっと弱い弱いってかむずい。スコップ覗いても当てれない。ファイナルファンタジーやるか。お鎮でつい。すくすきつそう。死体からも拾えるけどそんな時間はないわ。ちょっとやった。お鎮痛、お鎮痛ついて。お鎮痛してご沈黙しないでね。すごいな。オッケー。よし。よし。強い。ナイス。うまいのやめて。この前の大会はみんな開幕グレブン投げてラッキーキル。ああ。武器奪えるよ。つえ。さすが CG のモカスだな。でも元気。腕が。あされるよ。負けた。わあ、出血してないの熱い。うまいじゃん。わあ、おった。カドマチやろう。わら、冷え。わあ、今カドマチだった。めっちゃ遠くからじゃなくて。アイアンサイトアジアって好き。俺はアジア1くらい。ちょっとアイアンサイト早く卒業したいな、これ。マルコフからアリーナに武器持ち込みはまだできないの。イカ役。今の情けない叫びほんとすこ。お前が帰ってきたな。はい、いいね。うわー、待て。最悪やん。まだいたんかい。まだおんのかいな。あ、いや、結構いいとこに来る。わらわら。もう強いよ。どっちだ、俺はブルーチームだよな。うん。強いな。わら。うつよ。スコープずるい。というか、ついに本編でも、このキルカメラっていうか、仲間のカメラ、自走されねえかな。うつよ。最初は駆られる側か。本編でもこれ実装されてるのは仲間とやってる時マジ強いんだよな。死んじゃったら先。キルカメラは欲しいよね。うん、マジ虚無なんだよね。まあ、キルカメラはいらないけど、その仲間のカメラ欲しい。ちょっと虚無なんだよな、死んだ後。これでうまくいったら本編に実装するらしいよ。虚無感エッグエン。ああ、そうなんだ。仲間カメラはいいかもね。いいね。相手 V なのか。レイド後にキルリプレイは見たい。それは、そう、あのディスコードで画面共有マジめんどくせえんだよな、いちいち。いや、あれさ、そのゲーム性的にうんぬんかんぬんって言うやつたまにいるけど、もうディスコードで画面共有するのもう前提になってんだからさ、もう配信的に言ったらただ不便なだけだから、あれ普通に実装してほしいんだよ。なんか例えばディスコードの画面共有がマナー違反とか、実際は規約では禁止されてることとかだったらまあわかるんだけど、そういうわけじゃないからさ。ドブドの僕問題みたいだな。デッドバイデイライトの VC ってそんな感じなんですかね。サバイバー強そうだよね。それで。はい、ライトおもんない。あ、じゃあこいつだけ銃強えのおもんないって。ケンちゃんのリスナーみんな SE 系の内情に詳しいけど、みんな IT 系の職についてる。いや、みんなインターネットで聞きかじった知識をあのたかたか打ってるだけ。俺も含めて、みんな別に IT 職についてない。みんなニートです。みんなニートだよ、みんなニート。これ全部 Google に載ってます。
以下役まあ分かりやすく言うと居酒屋で政治の話してる大学生いるじゃないですか、たまに、うん、居酒屋とかなんか回転寿司とか食ってる時に横で政治の話してる大学生いるじゃないですか。あとはあのなんか将来の日本について話してる大学生じゃないですか、あれです。うん、僕たちはあれ一番直近で聞いた大学生の話は、いやーけど今後日本の将来的に都市って絶対北海道になるじゃん、今のうちに北海道の都市いっぱい帰っといた方が得なんだよねって言ってる大学生がいた。メガネかけてた。うん、わらわらなんでや、わらわら。わからん。で、それに対してもう一人の大学生が、いや、人口の問題があって言い出して、なるほどっつって、一体何がこいつなんだ、この中で分かったのか分かんなかったけど、一言で、なんか二言でこいつは察しよすぎて、なんか100個ぐらい言葉交わしたのかと勘違いした。何が言ってるか分かんなかったけど、何を言ってるか分かんなかった、とりあえず。そうなんだよ。そうなんだよな。俺もなるほどって言おうかなと思ったけど、俺は一旦はま寿司食うのに必死だったから何でもいいやと思って、俺は横で、てかさ、はま寿司と高級寿司って、ぶっちゃけ違いなくねっていう、めちゃくちゃ頭悪い会社。いや、正直変わんねえよなっつって。うん、変わんないと思うって。うん、っていう話をしてた。粉浜寿司でええか、牛や寿司最強、十分うめえ、浜寿司は何の醤油かける？浜寿司はね、そうなんだよな、醤油の種類が5種類あるのが神なんだよ。醤油、ポン酢も含めてだけどね、素晴らしいんだよ。まあその、一生言い過ぎだけど、そのまあ浜寿司で食ったら2000円するところがさ、まあ回転寿司をさ、食ったらね、じゃあ回転寿司、なんか握り高級寿司を食ったらさ、まあ一生2万円するだけじゃないですか、値段として10倍ですよ。うん、じゃあこのお寿司に10倍以上のうまみがあるのかって言ったらね、それはないんですよ。せいぜいどれだけうまくても 1.5 倍、いや、よくて2倍。うん、それはオリバも怒ります。っていうことなんですよ。高級寿司のいいところは味じゃなくて治安。高級寿司のいいところは味じゃなくて治安。まあそりゃそう。そりゃそうやな。でも嫁と浜寿司行ったら心が寒くなったって言われたよ。なんでやねん。行きたいなら浜寿司。なんでやねん。だよね、客層いい。俺その行ったん、あれやったけど。売れないモデル夢の話。めっちゃ出張してる夢の話。浜寿司やばいなって。めっちゃやん。浜寿司やろ。カウンター席でも横大学生で、まあ、横も大学生、左右大学生で、俺ら2人で浜寿司うんまって言うから、めっちゃええやんつって。え、これ家に欲しいな、家の隣に欲しいな、浜寿司って。うん、言ってたけどな、結構なんならあったかくなったまであるけど。最高だよな。いや、つかさ、高い飯ってか高い寿司屋の最大のデメリットを言うと、あれマジで提供するまで投げんだよな。うん、時間がもったいねえ。長い。まあ、物にもあるんだけどね、コースのタイプは長い、マジで、あれ。ほんとに長い、コース。早よ、出してくれって。俺、フランス料理とかも毎回そうだもんな。フランス料理行くとき、すいません、お腹減ってるんで、どんどん出してください。ガンガン出してください。会話とか楽しめないタイプです。うん、俺ら飯食うとき黙るんだよな。話すタイプの人と話さないタイプの人来るじゃん。俺食事するとき話さないタイプなんだ。ただね、俺だってね、フランス料理をマクドナルドみたいな感覚で食えんだったらそっち行くよ。けどね、フランス料理に限りあれ金出さないと食えないんだよな、あれは。あれ唯一だと思うわ。話す人がいたら話すけど、もちろんね。フランス人食事の時間はほど長いからな。そうなんだよな、フランス人食事の時間長すぎんだよ。俺のシリーズ行くしかないやん。じゃあ俺のシリーズ行ってみたいんだけどね、それこそ。おいや、立ち明けたら今度はトンちゃんが現地とかも誘って持ちつき、イカ役出した。あー、俺シリーズ俺爆笑しながら食うの怖いな。あー、俺違う、ごめん。 The fuck, man。 ファックメンって言われた。マガジンもお高いねやぞ、拾え。わらわら、根拳器。ファックメンって言われた。わらわら。